皆さん、こんにちは。今日は WCW が崩壊したために終身刑になったプロレスラーについて解説します。このチャンネルでは、日本ではあまり語られていないプロレスラーのエピソードやプロレスに関する情報をお伝えしますので、チャンネル登録をお願いいたします。 WCW 崩壊。 WCW は90年代にWWE と覇権を争ったプロレス団体です。 WWE 当時の WWF の全米侵攻により、 AWA は壊滅、 NWA も弱体化しました。 WWF に対抗するために、当時の NWA 会長だったジム・クロケット・ジュニアは NWA フロリダ地区ルイジアナ州の UWF を買収し、 WWF と同じ規模まで巨大化します。しかし、急激な巨大化に対処できずに経営不振に陥り、テッド・ターナーに買収され WCW が設立されました。当初は迷走していた WCW でしたが、副社長に抜擢されたエリック・ビショフは、ハルク・ホーガンやランディ・サベージなどかつての WWF のスーパースターを引き抜き、 WWF の看板番組だったマンデーナイト・ローの裏番組としてマンデーナイトロの放送を開始し、対決姿勢を鮮明にしました。WCW の絶頂期には、NWO の隆盛、スティングの活躍、そしてゴールドバーグの大ブレイクなどがあり、WWF は倒産寸前まで追い込まれました。しかし、ご存知の通り、WWF は、ビンス・マクマホンとストーンコールド、スティーブ・オースチンの対立を中心とした、アティテュード路線がヒットして、視聴率は徐々に逆転していきます。その後、WCW はどんどん迷走していき、崩壊に向かっていきます。WCW が滅亡した理由はいろいろなことが語られていますが、スターになったゴールドバーグの連勝を止め、さらにその雪辱戦をゴールドバーグの逮捕のシナリオでぶち壊し、引退したホーガンを復活させ、下火になった NWO をまた中心に持ってくる。俳優やシナリオライターをヘビー級チャンピオンにするなど、狂っているとしか思えない内容に、視聴者は呆れて離れていきました。やられ役、ハードボディ・ハリソン。WCW には、ハードボディ・ハリソンというレスラーが在籍していました。日本では、ほぼ知られていないプロレスラーです。このレスラーはやられ役、いわゆるジョバーという役どころの選手でした。スター選手にいいところなく、やられて負ける。日本で言うところのかませ犬ですね。YouTube を検索すると、喧嘩最強として知られるキングハク、当時のミングに、ボコボコにやられて負ける試合を見ることができます。しかし、このハードボディハリソンは、驚異的な心肺機能を持っており、選手の間では、少しは知られる存在でした。また、若手レスラーのメンターのような存在にもなり、どうやったら、やられ役として観客を沸かすことができるか、どのように体調を整えるかなどを教えたりしました。実はこのハードボディハリソンは、もともと、軍人で、屈強な肉体を持っていて、砂漠の盾作戦と砂漠の嵐作戦に従軍している男でした。部隊の指揮と秩序の維持を担う立場の、軍曹だったということもあり、人をコントロールするという、心理スキルも持っていました。しかし、バックステージでの彼の人望は低く、いろいろ知っているだけに、口が達者で、ああだこうだと文句を垂れるので、かなりの人から嫌われていたのです。WCW は崩壊し、WWF に吸収されましたが、WWF が引き取る選手のリストの中には、彼の名前はありませんでした。その後、ハードボディ・ハリソンは、WCW を人種差別で訴え、100万ドル以上を受け取ったと言われています。白人の選手と黒人の選手の扱いが違うということで訴えたのです。WCW の他の黒人選手と訴訟を起こし、見事和解金を勝ち取りました。さらに、スターサウスチャンピオン・レスリング・アライアンスというインディー団体を運営し、女性のレスラーを育成していました。終身刑になる。WCW を退団したが、団体を運営し、成功者として歩み始めていると思われていたハードボディ・ハリソンでしたが、
彼は極悪な犯罪者として一生刑務所で暮らすこととなります。2004年8月18日の出来事です。ジョージア州スマーナのベルモントヒルズショッピングセンターで、女性が周囲の人に助けを求めました。その女性は自分の意思に反して拘束されていると叫んでいたのです。逃げようとする女性を別の女性が腕を掴んで引っ張り、小競り合いを行っていました。駆けつけた警察は事情を聞きました。実は現場には彼女たち以外にも数名の人がいました。その中心にいたのがあのハードボディハリソンでした。そこにいた女性たちはドレスを着ていましたが、なぜかドレスには軍の記章が付けられていました。警察がその一団に話を聞くと、叫んでいた女性以外にも監禁を訴える女性がいました。ハードボディハリソンは3件の偽装監禁の容疑でその場で逮捕されました。ハードボディハリソンは拘留中ずっと反抗的な態度をとっていました。すぐに刑務所から出られるぜと自慢していました。その言葉通り、翌日警察は5万5000ドルの保釈金で釈放しました。ちょろいぜと思っていたハードボディハリソンでしたが、これで終わりませんでした。2005年8月2日の早朝、ハードボディハリソンの家のバスルームの窓を破って逃げた女性がいました。その3週間後、FBI がハードボディハリソンの家宅捜索を行いました。そして FBI はハードボディハリソンをその場で拘束しました。 FBI が女性たちに聞き取りを開始すると、とんでもないことが次々と明らかになりました。ハードボディハリソンの周りにいた女性たちは、そのほとんどが貧困層でホームレスや麻薬中毒者だったのです。ハードボディハリソンは彼女たちにプロレスラーにならないかと声をかけていました。そして彼女らにプロレス界での名声と富を約束していました。その見返りとして求められたのはX と売春でした。昼間はジョージア州カーターズビルの自宅裏に建てた納屋で彼女たちをトレーニングしていました。そして夜になると車で45分かけて南東のアトランタに向かい、メキシカンクラブと呼ばれる場所に行きました。そこでは女性たちは5ドルで客と踊り、200ドルで買収させました。もちろんそのお金のほとんどはハードボディハリソンの懐に入ります。彼女たちがハードボディハリソンにお金を支払わなければいけない仕組みを作っていたのです。ハードボディハリソンは彼女たちを便利に使うために悪知恵を働かせていました。昼夜を問わず彼女たちの行動は制限されていて、新人女性を監視するバイシップをチームリーダーにして彼女たちを監視させていました。女性たちは彼をとても怖がっていたと言われています。軍隊のような規律を敷いていたのです。さらに女性たちは強制的なランチパーティーに参加させられました。ハードボディハリソンはポルノ監督のように女性たちに綿密な振り付けを行いました。また命令を拒否すると凶暴になり、ある女性は反応した後性的暴行を受けました。家の雑用もさせており、敷地内で土を敷いたり木を運んだりといった肉体労働をさせていました。さらにハードボディハリソンの部屋でセックスをしたりもしました。彼はそれを HB トレーニングと呼んでいました。まさにやりたい放題です。プロレスのトレーニングはカルト的な雰囲気の中で行われ、ハードボディハリソンは自分のことを将軍と呼ばせました。脅迫とマインドコントロールによって彼女たちを導いていきました。まるで教祖と信者の関係みたいですよね。彼は軍隊にいた経験を犯罪に利用したのです。チームワークを促し、目標を設定し、みんなに共有させました。被害者の女性はトレーニングによって体重が減り、見た目も良くなり、小さい服が着られるようになったので、みんないい気分になっていたと語っています。その一方で辛い体験を思い出させたりして感情を揺さぶりました。心理を操ったのです。まさにカルト教団が行うマインドコントロールのようです。彼は裁判を有利に進められると考えたのか、裁判で
弁護士の代わりを自分が行いました。証人に対して反対尋問を行ったりしました。裁判でも女性たちをコントロールできると思ったのかもしれません。連邦地裁判事はハードボディ・ハリソンに対して、君は私が知っているほとんどの心理学者よりも心理学をよく理解しているようだと言いました。ハードボディ・ハリソンは強制労働、実質的な借金の束縛、過重暴行、証人の改ざん、妨害など24の訴因で有罪判決を受けました。そして終身刑の判決を受けました。彼は死ぬまで刑務所で暮らすこととなったのです。はい、ということでございまして、ハードボディ・ハリソンについてでした。このおっさんは WCW を辞めた後、一時的にタフマンコンテストに出て、素人相手にボクシングの試合をしたりして、少しは知ってる人がアメリカにはいたようですが、日本では知ってる人は皆無ですよね。しかしとんでもないおっさんでしたね。ということで、この時代の WCW の思い出や WWE の思い出、こんなことを知ってるよということがあれば、ガンガンコメント欄に書き込んでくださいね。全部読んでます。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。